パーマストンノースはニュージーランド北島にある都市。日本ではパーマストンノースとも表記される。人口は8万1500人首都ウェリントンから約1 4 0トル北に位置する。マナワツワンガヌイ地方の中心都市である。ニュージーランドで11番目に大きい面積で7番目の人口を持つ市である。マッセイ大学、UGR もしくは インターナショナルパシフィックカレッジの学生が人口の大きな割合を占めている。市街の北東5キロメートルにパーマストンノース空港がある。元々の名前は19世紀半ばのイギリス首相のパーマストン主設ヘンリー・ジョン・テンプルにちなみ名付けられた。しかし1971年、パーマストンという地名は南東にも存在したため、区別するためノースが付け加えられた。 マオリ語ではパムタナという。しかしパムタナと呼ぶことは少なくパパイオエアと呼ばれる。パパイオエアの意味はなんて美しい。である。マナワツ地区を流れる川。マナワツ渓谷が隣町のウッドビルに行く途中にある。町の中心にある正方形の広場。真ん中に時計台があり夜はライトアップされる。スクエアを囲むように商店が並んでいる。 降水量は冬から春にかけて多く、ニュージーランドでは平均的な量である。夏は晴れが多いが、冬は雨が多く曇りがちになる。エスプラナーでは休日は家族連れで賑わう公園である。ブランコや滑り台、アスレチックが多数設置されている。また、ガス式の BBQ セットも2つ設置されていて、開園時であれば誰でも自由に使うことができる。また、バラ園、 子供用プールやカフェなどもある。バラ園、子供用プールの使用は無料。パーマストンノースは教育面で知られている街で、レジャー面ではあまりない。学生の出入りが多い街である。学生が多いせいか、警察のパトロールも激しい。パーマストンノースには、スクエアからまっすぐフィッツハーバートアベニューをたどって、丘の方に、マッセイ大学があり、反対方向には、 ニュージーランド発の私立の4年生、高等教育機関である、インターナショナルパシフィックカレッジがある。毎年9月に行われる、パーマストンノース桜祭りでは、IPC の学生たちが、民族衣装をまとい、パフォーマーとして、料理人あるいは売り子として活躍している。郊外にマヌワツポリテクニックという専門学校があったが、UCR と名称を変更し、 施設も町中心部に移設した。ポリテクの古い施設は、マッセイ大学のティーチャーズカレッジになった。高校も、男子、女子校をはじめ、アワタップ、フライバーグ、クイーンズと、複数存在し、特に、パーマストンノース男子校は、学問、スポーツ、音楽と、あらゆる面で、競争率を重視しており、寄宿学校でもある。 パーマストンロースでの就職活動は困難で卒業した多くの生徒が街に残ることはあまりない。ありがとうございます。